Hello everyone, welcome to my channel. この動画は英語がめちゃめちゃ苦手っていう人とか、何やってるか分かんないんだけどみたいな感じの人で、中学生、高校生で英語の授業中に先生何言ってんのみたいな感じの人向けに作っています。で、なんでこれを作ったかっていうと、私中学校じゃないですね、高校とかで英語を教えてたり、あとは自分でこう対個人で英語を教えてたりとか、地方のコミュニティ FM ラジオ局で自分のラジオのコーナーとかがあって英語を教える機会が多いんですけど、まあ、その中でこうおすすめの教材とかが分かってきたので動画を撮ってみました。で、英語がマジで本気で全くわかんないっていう人にもこれはおすすめです。で、その本が何かというとこちらです。中1英語を一つ一つわかりやすくという動画じゃないね。本がおすすめです。私が中学生、高校生くらいの頃って、なるべく親に迷惑かけたくないなとか思ってたんですけど、この冊子のとってもいいところはわかりやすいっていうのと、中学英語を一つ一つ分かりやすくだと1100円くらいで買えるので、まあ親にもお願いしやすいんじゃないかなっていうのとか、お小遣いでも買えるんじゃないかなっていう気がするものなので、とてもとっつきやすいかなって思います。で、まずいいところがもういっぱいあるんですけど、その1、でかいっていうことですね。本自体がとても大きいので、やる気が出やすいかなって思います。結構本ちっちゃいだけでやる気がなくなっちゃうっていうか、っていう時もあると思うんですけど、この本は大きいので、A4 くらいですかね。ノートと同じくらいの大きさなので、やりやすいかなと思います。で、あと文字も可愛いんですよね。その2。その文字も可愛くて、フォントが、手書きっぽいフォントで書いてるので、そんな堅苦しくなくて、取り組みやすいのかなって思います。勉強してる感じがあんまりない。かなって思います。で、その3が、その1単元あたりの問題がだいたい10問くらいなんですよ。で、左のページにこう説明が書いてあって、右のページでそれをじゃあ練習してみましょうっていうのになってて、その問題数も10問、12問くらいなので、やりやすいかなって、そんなに数が多くないので、取り組みやすくなってるかなって思います。で、例えば、あと、その4か、その4。例えばなんですけど、英語って日本語と語順がすごく違ってるので、そこで混乱する人とかも多いと思うんです。で、それもかなりちゃんとやってて、例えば、私はギターを弾きますって、こう、例文にあるようなやつだと、私はギターを弾きますですよね。私っていう動作をする人が、対象物、ギター、にどういう動作をするかっていうのは、日本語では私がギターを弾きますっていうような状態になるんですけど、英語だと私っていうのが誰が何をするかっていうのは同じように最初に来るんですよ。例えば I って来て、でその後物が来るんじゃなくて動作を出すんですよね。で play で、その後じゃあ何に対してその動きをするかっていうと、The guitar に対してやるので、The guitar っていうのが最後に来て、I play the guitar っていう、日本語と順番が違ってくるんですよ。そこも細かく分かりやすく、説明してくれてるので、とってもおすすめです。で、中学生でも、中2、中3とかでも、英語が本当に分かんないとか、もちろん高1、高2、高3でも、本当にみたいな感じの人は、まずここからやるのがおすすめです。で、さすがにね、みたいな感じになると思うんですけど、分かってる人は多分、そんなに問題数も多くない冊子なので、一回やってみると、一冊終わらせるのも、多分、3時間くらいあったらできる。3時間もかかんないかもね。2時間くらい。あったらできるんじゃないかななんて思います。厚さも普通こうおすすめするなんでしょうね。普通のワークとかよりもちょっとなんだろう、参考書とかよりもちょっと薄めなので、
やりやすい方に入るんじゃないかなって思うんですよ。で、なんで、高校生とかまでそれをおすすめするかっていうと、本当に分かってないところって、自分がどこが分かってないかっていうのをまず知ることが大切なんですね。で、分からない時っていろいろこう、まあ原因があるんですけど、じゃあアルファベットは分かるのかとか、D と B の違いが分かるのかとか、M と N の違いが分かるのかとか、大文字の I と小文字の E の違いが分かるのかとか、まずそこからやって、そこがクリアできれば、まあ、そんな問題とかも出てくるので、すぐできるじゃない。で、簡単な方がもうやりやすいので、そこからまずやってもらって、それはできると。じゃあ次に、私、あなた、彼、彼女っていうのが分かるかどうかっていうのをそこで確認したりとか、で、そこも分かるんだったら、まあ、それはそれでいいんですよ。あとは、I の後に Am だったっけ、それとも Are だったっけとか、その辺が分かんないとかでもいいんですね。で、今まで言った中でそれができるっていう人もいれば難しいっていう人もいると思うし、単語がアルファベットはできるけど単語が読めないっていう人もいると思うんですよ。で、単語が分からないっていう人の中でたまにいるのが、この形で覚えてるんですよね。音とか単語として覚えてなくて形状で覚えてる人がいて、例えば色の赤っていう単語で red って書くんですけど、大体こう何平たいというかで3文字しかないから、でそれはそれでわかるけど、yellow とかだと y の下の部分とか low の上の長い ll の中で、その下に長くなってるのと上に2個ついてるので、これはイエローだっていうのが分かるっていう人とかもいるんですよ。で、自分はアルファベットは分かってるけど、その、単語をちゃんとアルファベットとして理解してるのか、それとも形状としてだけ記憶してるのかっていうのが、まず違いが出てくると思うんですよね。で、そういう人もいれば、それはできるっていう人もいて、で、なんだっけ、質問、できないとか I do とか言えるか言えないかとかも出てくるんですけど、その一個できるけどわからない状態の時ってかなりこうわからないところが点在してるんですよね。わからないわからないって。で、例えば英語であなたはギターを弾きますかっていうのは Do you play the guitar ってなるんですけど、それ英語がわかってる人だったらYes, I do とか No, I don't っていう Yes と No と疑問形っていうのを全部一セットで覚えてるんですよ。でも英語がよくわからないなっていう人の中では、その Yes, I do だけ覚えてて、疑問形の形とか No の言い方とかをセットで覚えてないっていう状態があるんですね。それを別々で覚えちゃってて、で、そうするとそのものの紐付けができなかったりするんですよ。でも、それってやってる本人も、自分のなんだろう、わかんないところが点在しているっていう、こう、いろんなところにわかんないところがあって、一セットで覚えてなきゃいけないところを、一個しか覚えてなくて抜けてるっていうのをわからない時もあるんですよね。ただ、この、中1英語を一つ一つわかりやすくやっていって、自分のその穴がどこかっていうのを埋める作業をしていく必要があるんですよね。で、もしそれが簡単にできたら中1英語のやつは OK。 じゃあ次中2英語を一つ一つ分かりやすくとか、中3英語を一つ一つ分かりやすくっていうそのシリーズでやってって、で自分がどこでつまずいてるかっていうのを一回洗うっていう作業が必要だと思います。っていうので、今回この中1英語を一つ一つ分かりやすくっていうのをおすすめしたいなと思います。1100円で、多分中古とかだと100、200円くらいで買えると思うので、もし英語が本当に何言ってるか分かんないっていう時、やってみてください。で、高校生とかね、中3とかで、中1もです。終わったし、なんか時間の無駄だし、格好悪いし、やりたくないっていう人もいると思うんですけど、ぜひ、そこを一回乗り越えてやってみてください。私も中2の時に、なんでしょうね、一回その過去まで全部遡って勉強してみたっていうのがあって、かっこ悪いって思うけど、
その分かってない自分って、勉強している今自分しか分かんないわけですよ。他の人は分かってないっていうことすら気づいてないから。なので、かっこ悪いなって思いつつも、一回そこを乗り越えて、でも、やるかと。かっこ悪い、かっこ悪いなって、こう、自分のプライドが傷つけられて、自分で傷つけられてるのが分かっても、一回乗り越えてみてください。ずっとそこで引っかかってて、できないままでいる方が、多分、もっと辛くなる時が多いので、その一瞬だけ乗り越えちゃって、勉強するようになれば、もしかしたら、あ、ここが自分は弱いっていうので、授業を聞いてても分かるようになるかもしれないし、テストも点数良くなるかもしれないので、かっこ悪いなって思いつつも、まあ私もそうなんですけど、できるから勉強してるわけじゃなくって、できないのが分かるから、そこを潰す風に勉強していくっていうのが、で、なんか自分はできないなって思いつつ、やってたら、英語を教えられるくらいにはなったので、それでやってみるのがおすすめです。ということで、今日は、中1英語を一つ一つ分かりやすくおすすめしました。本当に分かんない人は、まずここから洗っていきましょう。で、もうやりたくねえって、なんでこんな昔のをやらなきゃいけないんだよっていう、こう、単元を、上の、年中3とか高1とか高2とかの人たちね、思うかもしれないけど、私も、やってる、やったー。んで、まあ、ちょっとだからね、長い人生の60年の間で、2時間くらい、やってみませんか？という、おすすめでした。もし何か他に質問とかあれば、教えてください。じゃねー。あ、で、この後に、この動画、実は2本立てで、ちなみにこれイギリスとかであんまやらない方がいいんだけどね、このポーズって。2本立てで、もう一個、今のは本当に授業で何言ってるかちんぷんかんぷんっていう人向けの動画なんですけど、もう一個は、大体50点、60点くらい取れてる人向けのおすすめ教材というのを、今度は中学生向けかな、やろうと思いますので、よければそっちも見てみてください。じゃあねー。